はい、どうもこんにちは。先ほどロックの時間が好きなスピリチュアルおじさんのライドと申します。ベストフィットライドです。よろしくお願いします。ですね、いろいろと、モネちゃんの相性は今まで、何回もいろんなね、占いをしてきたんですけど、竹モネはじめね、いろんな方が見てきたんですけど、最近ね、芸人と女優が結婚することって多くなってきましたよね。だから、芸人がね、なんかモテるようになってきたんですよね。なんか、芸人っていう立ち位置が、お笑い芸人も結局ね、司会者やったりとか、それなりのね、地位を芸能界で築いてきてるんでしょうから、お金にも、ね、なんていうのかな、お金持ちの人も増えてきたし、かっこいい人も増えてきてるじゃないですか。なので、芸人とモネちゃんってどうなんだろうな、ふと思ってたんですよね。なので、お笑い芸人の中でモネちゃんと相性がいい人っていうのをちょっとピックアップしてみて探してみたっていう、そういうお話なので、とりあえずバババッと羅列するので、まあそこはね、シャレで見てください。結婚するってことはありえないと思うんですけど、こういう人がモネちゃんと相性がいいんだなと思ってもらえたらというような企画です。まずね、アントニーですね、摩天楼の。ハーフですね、黒人とのね。なかなかこの自分のこの見た目をね、駆使して笑いを取ってる方ですよね。ね、そのアントニー。なんか水曜日のダウンタウンによく出てる。なんかドッキリ仕掛けられてるイメージありますけどね。あと、しずるのね、村上純さんですね。この人はあれですよね、ラーメン二郎が大好きで、ラーメン二郎をソウルフードとか言ってる人ですよね。で、ザ・パンチの、パンチ浜崎さんですね。だから、あれですよ、今回は芸人さん結婚してるか独身か僕わかんないんで、結婚したらすいません。なんか結婚してそうなオーラなので、オーラっていうか結婚してそうな見た目ですけどね、パンチ、パーマだからね。まああとここら辺独身だと思うんですけど、キングコングの西野さんですね。相方は結婚してますけどね。もう、ね、西野さんって言ったらもう、なんですかね、もうお笑いではなくなりましたよね。どっちかって言ったらもう、なんだろう、怪しいなんか、起業家みたいな。なんか、そんなイメージですよね。何を今、これからして、こうとしてるんだっていう、ホリエモンとかと同じような立ち位置になってきますよね。なんかね、オンラインサロンとかを積極的にやったりするし、クラウドファンディングばっかやってますからね。あとまあこの人も独身ですね。平成のぶちこぶちの吉村さんね。この人はね、なかなかお金持ってそうですね。島、無人島買ったとかなんか言ってましたもんね。で、あと、小島よしおさんですね。この人も合いますね。なんかね、この人はね、僕一回ね、仕事でね、お会いしたことありますけどね、めちゃくちゃいい人でした。まあ、お笑い芸人の人と仕事で何人かお会いしたことあるんですけど、まあ、人それぞれいろんな人はいましたけど、小島よしおさんはいいイメージしかないですね。ものすごく、明るいし、挨拶もすごく、すごい周りに気遣ってくれてたし、まあ、いい人っていうイメージしかなかったな、なんか、素晴らしい人だなと思いましたよ。そんな感じでした。今回は、上白石萌音ちゃんと芸人で相性のいい人っていうのをちょっとピックアップしてみた。そんな話でした。まあ、あまり深く考えないで見てくれたらと思いました。チャンネル登録よろしくお願いします。